阿部アナウンサーが少し遅めの新婚旅行に行っておりますので、今日は私望月が担当をいたします、はいはい、よろしくお願いします。お願いいたします。阿部さんは、はい、どこに行ってるんですかね今、はい、ハワイに。ハワイちょうどこの収録と重なって。あ、重なっちゃって。いいですね、新婚旅行でハワイ。ハワイにど真ん中の感じで素晴らしい、阿部君らしいというかね、浮き足立って今行っておりますので。そうですね、うん、春日さんのご両親もね、新婚旅行ハワイで。そうね、そうですか。春日さんはだってハワイアンベイビーですね。そうでございますね。ハワイアンベイビーで、どこのホテルで、誕生したのかというかね、結びついたのかっていうのも存じております。そうですか。そこも分かってるんじゃ、我々のラジオで行きましたからね。そのホテルから生中継するってね。いやいや、ラジオ。本当。若林さんは行きましたか、新婚旅行。俺はね、沖縄だから、妻が沖縄の人なんで、沖縄をいろいろ巡ってましたかね。この番組で沖縄でももう放送されて、あ、されてるらしいですよね。そうです、そうです、うん、いやだから俺こそ困るんだよね、その困るもで妻のお母様にこのなんかお下品な番組をね俺のレギュラーの中で正直一番レベルが低いと思ってますから。まあね、これなんか朝やってるらしくて、なんかそのそうみたいですね。でお母様も見始めたらしくて。まあそりゃそうでしょう、若林さん出てらね、うん、決して誇れるようなことやってないからね。誇れるようなことやってないんでね、うん、まあ、だから沖縄版を作ってもらえばいいんじゃないですか、じゃあ若林さんのために。あ、別で収録ですか。沖縄編集みたいな。ああ、うん、なんか、うんうん、あるじゃないそういうね、なんかそれだとディレクターズカット的なさ。そしたらニュースやりたいですね、うん、そしたら番組変わっちゃってんじゃない。はい、それはダメよ、番組買っちゃってるから。全然違いますよね。首相の支持率がどうのとか、そんなんやれば信用してくれんじゃない。